待ちくたびれてたところだ。神格とはもうあったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか。もちろん竜雲釈放神君も神格のことを知っているのか。それは当然、リーユエコーで長年生活する関羽を除けば生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。そうだったのか。なあ、神格の鮮明って何なんだ。神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし、きっと鮮明で呼んだ方がいいんだよな。鮮明。なぜ神格が鮮明を持っていると。え、仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか。その通りだが、しかし神格は人間だぞ。なんだ、そうだったのか。って、うえぇ、お前は気づいてたのか。っていうことは、知らなかったのはオイラだけ。お前たちから見て、あの子は普通の人間と異なるのか。神格っていつも問題の解決方法が直接的というか。初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、それは今も変わっておらん。わらわと神格の出会いはとある洞窟の中であった。あの日、わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。なんだかかなり危険な状況だったみたいだな。わらわが到着した時、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。あの子があのような危機を耐え忍ぶことができたのは、強い精神力のみならず生まれ持っての気骨と殺意があったからだ。わらわがその魔物を仕留めた後も、あの子は気を緩めることなくわらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないと分かると、何も言わずに気を失った。つまり、もし竜雲釈放神君がいなかったら、今頃神格は。いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわがついた時には魔人の怨嗟は無惨し始めていた。あのまま膠着状態が続いていたら、生き残ったのは神格だったはずだ。それでもかなり危険な状況だったんだろ。なんでそんな小さな子が魔人の怨嗟と戦わなきゃいけなかったんだ。
神格はこの世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そしてわらわは行く当てのない神格を引き取ったのだ。おそらくわらわのことだろう。神格の体質は特別なもので、戦術の修行に適しておった。わらわと他の仙人たちはその見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。しかし子供の頃より放たれていた殺意は年を重ねても消えることなく、むしろ日を追うごとに増していった。ある日、昨月畜養神君があの子を占ったことがあった。神格は孤独であだなす者、その身には邪気が宿り、友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持の兆しであったため、赤ひもで魂に枷を加え、殺意を抑制させたのだ。赤ひもで縛られたことで神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し朴訥としてしまってな。赤ひもの力が強すぎたゆえに他の感情をも抑え込んでしまったのだろう。この広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今後ともあの子をよろしく頼む。なるほど。じゃあ竜音釈風神君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。そんな単純な理由なわけがなかろう。今のリーユエコーは平和そうに見えるが、その裏には危険が潜んでおる。行幸は今はリーユエと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に訪れる嵐をどう対処するか、わらわはそれを見届けに来たのだ。もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその偉業の証人となろう。逆にそうでなければ、わらわがことを引き継ぐことになる。思ったより話が長引いてしまったな。今日はもう遅い。お前たちは早く休むといい。神格は仙人じゃなくて仙人に育てられた人間だったんだな。だから仙人扱いされると困ってたのか。他人から必要以上に敬意を払われたら逆に気を使っちゃうもんな。我のことはもう師匠から聞いているな。え、どうして知ってるんだ。主らが戻ってから寝るつもりだったのだが、なかなか帰ってこなかったからな。何かあったのではないかと外へ探しに出たのだ。すると
師匠の姿が見えた。その上主らの様子も朝からおかしい。ならば師匠が我のことを話したのだろう。なぜなら師匠は口がよく回るからな。新閣、おいらずっとお前のことを仙人だと勘違いしてたんだ。ごめん。いい、我は気になどしていない。それにこれまで説明してこなかった我の責任でもある。ただ過去の経験を思うと説明しても徒労に終わると思ってしまったのだ。しかし主らは我を仙人だと思いながらも遠ざけるのではなく友人として接してくれた。これには我も感謝している。オイラたち本物の仙人ともたくさん会ってきたからな。じゃあこれからオイラたちは親友だ。仙人とか人間とかそんなの関係ない。普通に仲良くしようぜ。承知した。何をしたらいいかはわからぬが、親友という響きは我も嫌いではない。おう、じゃあ十分休憩もできたし、残りの2つの素材を探しに行こうぜ。でもその前に建設場所で行幸の手下に進捗を聞いてみよう。名家不浄一子を探すのはあんなに難しかったんだ。手に入れることができた人は少ないと思う。相手が早々に諦めてくれてたら焦る必要もなくなるしな。そうだ、新閣、昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだ。ほら一つやるよ。すっごく美味しいぞ。確かに風味が豊かで、我が山中で焼いていたものよりはるかに美味だ。縛られてるな。それはまだ再建が終わっていないからです。百分。それに知らない人。軍玉閣はかなりの大きさですので、バランスを確保するため再建作業を2つに分けています。適した浮上の石が見つかるまでの期間を利用して、地上で軍玉閣の土台となる部分を作ります。浮上の石の用意ができたら、浮上の石と土台を組み合わせ、部分的に完成した軍玉閣を山の頂と同じ高さまで浮かせる。その後の作業は上空で行う予定になっています。準備が整い次第、つなぎ止めている縄を外して軍玉閣をあるべき高さまで飛ばすのです。百分さん、新しい素材を持ってきたんだが。少々お待ちください、すぐ伺います。再建作業が順調に進んでいるのもあなたが見つけてくれた浮上の石のおかげです。行幸様もあなたたちに期待しているとおっしゃっていました。よっ、まさか一番重要な浮上の石をこんなにも早く見つけちまうとはな。私らはちっと出遅れちまったみたいだ。あんたのことなら知ってるぜ。ファデューやオセルと戦ったと聞いた。どうやら噂通りのやり手のようだ。はじめまして、私は北斗、南十字武装戦隊の統領だ。北斗も軍玉閣の再建に参加してるのか。ああ、以前の航海でたまたま名家不浄石を手に入れたから、それを持ってきたんだ。名家不浄石は貴重なものだけど、
見つけられたのはオイラたちだけじゃなかったみたいだな。そうだ、紹介しよう。彼女はリーユへの看板役者のウンキン、ウン先生だ。こんにちは。この二人はパイモンと旅人。あんたも噂くらいは聞いてるはずだ。それとそっちの彼女は初めて会うな。神格、二人の友人だ。そうかしこまるな。今日からみんな私のダチだ。ウン先生も今回の再建に参加しててな、ちょうど私の船を貸すことになったから一緒についてきたんだ。お二方の異名はよく存じております。お会いできて光栄です。神格さんも初めてお会いしますが、これから先いい関係を築けそうな予感がしています。実は行幸さんに質問する機会がどうしても必要でして、この一件に参加させていただいたのです。父の人脈をお借りし、浮上の石は何とか見つけることができました。少し小さいかもしれませんが、かろうじて合格をいただけた状況です。おお、なら3人ともいいライバルになりそうだな。お聞きしたいのですが、神格さんも参加されているのですか？いや、行幸殿に聞きたいことは特にない。ただ彼の力になれればそれでいいだけだ。それなら一つご提案があります。行幸さんが定めた規則では、素材を集めた最初の3名に報酬を与えるとのことです。質問の機会は3回であれば、私たち3人でちょうど分けることができます。お互い競い合うよりも、ここは一致団結し、この3名分の権利を手にしてはどうでしょう。おお、それはいいかもな。具体的にどうすればいいんだ？ははん、ウン先生の意図が分かったぞ。一番困難であろう浮上の石は3人ともすでに見つけている。残り2つの素材はそれに比べたらまだ手に入りやすいもんだ。どちらか一方が仕入れ先を確保すれば、3人の需要を一気に満たせる。そうだろう、ウン先生？はい。そのような方法が。よし、なら私から情報を共有しよう。戦機革新についてこっちはもう手がかりを抑えてある。革新の制作は特に難しくないが、素材となる鉱石の準備に苦労するだろうな。私は船に一度戻り、スーリンに聞いてみるつもりだ。あんたたちは？リーユエ港に戻って艦砲鉄器のショウさんに聞いてみてはいかがでしょうか。よし、方針がまとまったようだな。ならここからは別々に行動しよう。どちらがうまくいっても私らにとっては勝利に近づくことになる。それじゃ私は行くとしよう。また後でな。オイラたちも出発しよう。あ、そうだ、ウンキンは行幸に何を聞きたいんだ？実は今新しい劇の舞台を探しているのです。行幸さんの神秘眼は確かなものなので、それについてご意見を伺おうかと。おお、どんな劇なんだ？オイラも見てみたい。父が民間の伝承をもとに心血を注ぎ描いたもので、深海仙女の伝説物語です。劇の名を神女壁館と言います。
星と深淵を目指せ。Thank you.
ん？お前たちか。今日は何か買いに来たのか？それとも鍛造の依頼に？翔さん、お疲れ様です。お伺いしたいことがあるのですが、前期革新というものを聞いたことはありますか？ああ、それはもちろんあるが、お前さんは？申し遅れました。私は運気。翔さんは覚えていらっしゃらないかもしれませんが、以前父が舞台で使う武具を依頼したことがあります。運金舞台？ああ、まさかお前さんがあの運先生なのか。すまんすまん、鍛造に集中しすぎて頭が回ってなかった。運先生の名前は俺みたいなあまり劇を見ない人間でも知っている。で、戦機革新について聞きに来たんだったな。無論俺ならそれを作ることができる。過去の軍玉閣の建設でも行幸様のために作ったことがあるからな。ただ戦機革新を作るのに必要な鉱石はかなり希少なものだ。前回は行幸様が用意してくれたんだが、お前さんたちは持ってるのか？いや、まだ持ってないんだ。だから何が必要なのか教えてくれないか？なるほど、そういうことか。これを作るには再生鉄鋼と非化石という2種類の鉱石が必要だ。俺の記憶が正しければ行幸様は前回天鉱山のあたりで鉱石を見つけてきたはずだ。再生鉄鋼には神の目と共鳴する性質があると言われている。苦労はすると思うが、時間をかければ必ず見つかるだろう。ただ非化石は少し厄介でな、あまり市場にも出回らない代物なんだ。すまんが、それについては力になれそうにない。ただ天鉱山の付近に住む人なら非化石の在りかを特定する秘術を知っていると聞いたことがある。もちろんただの噂に過ぎないがな。まずは天鉱山の周辺で再生鉄鋼を探し、地元の人間に会ったら非化石について聞いてみるといい。天鉱山、そういえば真如壁館も天鉱山を舞台にした物語です。天鉱山の環境は素晴らしいもので、多くの仙人たちも好んで訪れると聞きます。そこなら何か新たな発見があるかもしれません。皆さん、他の方に遅れを取らないよう早速出発しましょう。幼い頃、父と一緒に天鉱山を訪れたことがあります。あまりにも高い山でしたので、頂上にたどり着いた時には足が棒のようになっていたことを今でも覚えています。今日その思い出深い地を再び巡ることになるのですね。この険しい山道と流れる水を見てください。まるで桃源郷のようです。真如壁館の伝説がこの地で生まれたのもうなずけます。蒙蒙たる煩煙と満ちる煎煙、まごうことなくここは仙人たちが息づく地でしょう。運金がもうすぐやる劇って真如壁館なのか？ちょうど天鉱山で起きた出来事だなんて、これもきっと何かの縁だな。その真如壁館ってどんな話なんだ？ええ、これはとある少女が英雄になる物語です。英雄？おいら英雄のお話は大好きだぞ。これは天鉱山における最初の伝説でもあります。かつてこの地には栄えた村があったそうです。その村には特に仲のいい夫婦がいました。しかしある日、どこからともなく恐ろしい魔物が現れます。
外で薬草を取っていた妻はその魔物にさらわれてしまいました。夫はその出来事に打ちひしがれ、心が病んでしまいます。魔物はとても傲慢でした。かの者は村人たちにこう告げます。死にたくなければ村の子供たちを差し出せと。なんて悪い奴なんだ。ちゃんと懲らしめてやらないと。しかしその魔物の力は強大でした。村人たちは恐怖のあまりその要求を飲まざるを得なかったのです。誰の子供を魔物に捧げるか、それを話し合っていた時、突如一人の少女が名乗りを上げます。その少女ってまさか。少女は襖の剣を身に隠し、怯えたふりをしながら魔物の巣へと近づきました。そして勇敢にも立ち向かい、苦闘の末ついに魔物を退治したのです。その後少女は優れた素質から仙人に引き取られ、幸せな結末を迎えます。ただ残念ながら仙人と人間には永遠の隔たりがあります。彼女が属性に戻ることは二度とありませんでした。病病たるこの世、晴れゆく霧、これが真女壁館の最後です。なかなか面白い物語であった。ただ我が思うに、その少女は語られているほど勇敢なものではなかったように思う。もろ手を挙げて称賛するのはいささか賛同しにくい。そのように考えたことはありませんでした。劇を創作する際、その理解を深めるのと同時に物語の展開を考慮しなければなりません。ですので必然的に実在する物語を改編する必要があります。この劇を父が書いた時、おそらく物語の核心である神女に脚色を加え、より多くの人々に感動を与えようと思ったのでしょう。ああ、でも良い物語であることには違いない。我が理想とするような物語だ。いい話を聞いたら、なんだかオイラもやる気が湧いてきたぞ。よし、オイラたちも頑張って再生鉄鋼を探そうぜ。先ほど道すがらあたりを眺めていたところ、村が見えたような気がします。翔さんに現地の人に聞いてみるよう勧められましたし、訪ねてみてはいかがでしょう。金の
間違いじゃなかったみたいだな。おじさん、こんにちは。オイラたち聞きたいことがあるんだけど。あれ、聞こえなかったのかな。すみません、通りすがりのものですが、非化石に関してお伺いしてもよろしいでしょうか。おい、村で手がかりを探すしかなさそうだな。しょうがない、あたりを見て回るか。新閣、恩金、探してみようぜ。すまない、先に行っていてくれ。我は彼と話がしたい。よいか、明春爺よ。お前は神格だ。神格、生きていたのか。まさかあの噂は本当だったと。今までお前は。すまない、非化石のありかを俺は知らん。だが村の記録に多少なりとも情報が残っているかもしれない。この村はとうに廃れている。訪れる人なんかいやしない。好きに調べても問題ないだろう。え、このおじさんと神格って知り合いだったのか。ありがとうございます。では私どもで調べさせていただきます。あの明春さんという方、特に神格さんへの悪意はなさそうでした。神格さんに危険が及ぶことはないでしょう。心配は無用だと思います。ああ、そうっぽいな。じゃあオイラたちは先に村の中を探させてもらおうぜ。魔人の残骸、村の変化、そしてここが天鉱山周辺であることを踏まえると、もしかすると神女壁画の伝説とはこの村の出来事なのかもしれません。時期的にも一致しますので、おそらく間違いないかと。他のところも確認してみましょう。神格さん、あの方はもしかして劇に登場する神女なのでしょうか。よく考えてみますと、確かに彼女には仙人のような雰囲気があります。それに年齢も合致している。彼女と会話するとき道理で違和感があったわけです。もっと早くに気づくべきでした。そしてこの記録から一つのことがわかります。劇に登場する神女は冒頭に出てきた夫婦の娘のようです。彼女は自ら望んで名乗りを上げたのではなく、
実の父親の手によって魔物の生贄とされたのでしょう。はあ、まさかこのような事実が隠されていたとは、実に悲しいことです。神女は劇で語られるほど勇敢ではなかった、そう言っていたのにもこれで納得です。望んで危険に身をさらしたわけではないのですから、父が書いた神女壁巻には修正が必要でしょう。一通り回ってみたけど、非化石に関する記録はなかったな。あっちの方も探してみよう。これだ！どうやら夕方に天光山の南にある湖に行って、その中心を探せば非化石が見つかるみたいだ。よし、戻って神格にこのことを伝えよう。1年前ここに帰ってきた時、通りすがりの商人から白い紙の仙女の物語を聞いた。まさかそれがお前のことだったとはな。俺はお前の父親と仲が良かった。だから儀式を止める機会もあっただろう。しかしそのまま見て見ぬふりをし、重大な過ちを犯してしまった。俺は毎年ここへ花を持って帰ってくるんだ。お前たちに謝りたいという気持ちを心に抱きながらな。なぜ謝る必要がある？あの時主が凶行を止めていたとしても、きっと他の手段によって災いが降りかかっていただろう。愛する者のためならば、あの男は何でもする。そのあいつのことをまだ憎んでいるのか？それは分からぬ。我は孤独であだなす者、それゆえ師匠の赤ひもによって魂を縛られた。我の不穏な心は抑えられたが、仙人のように超然とした佇まいとなってしまった。過去のことを口にしても今となっては何も感じぬ。憎む憎まない以前の問題だ。そうか、本当に苦労をしてきたんだな。神格戻ったぞ。じゃあ俺はこれで失礼する。お前が無事だったということを知れて俺はほっとしたよ。今度機会があったら昔のことをもっと話そう。おじさん、ありがとな。おかげで手がかりが見つかったぞ。ほら見ろよ神格、これに非化石の手がかりが書いてあったんだ。湖の中心に行けば見つかるみたいだぞ。そうか、ならば早速向かうとしよう。あ、神格さん、一つご相談したいことがあります。先ほどあなたの父親が書いた書記を村の中で見つけました。神女壁巻には事実をねじ曲げた記載が多々あります。ですのでその内容を修正したいのです。なぜ修正する必要がある？先ほどもお話ししたように劇とは実際に起きた出来事を改変したもの。それでも劇の主役となった方がすぐ目の前にいるのです。その気持ちを無視することはできません。構わない。先ほど主が語った劇を我はとても気に入っている。え？己の力を人のために使えるようになった時、
本当の意味で人間の社会に溶け込むことができると師匠は言っていた。それゆえ我もいずれは劇で語られる人物のように己を顧みず人々を守りたい。今までこのように考えたことはなかった。この先も同じ気持ちのままでいれるかはわからないが。いえ、ご安心ください。その気持ちがなくなることはありません。私から見てあなたはすでに変わりつつあるように思います。ただそれに気づくためのきっかけが必要だったのでしょう。新格、運気、おしゃべりしてないで早く出発しようぜ。じゃないと誰かに先を越されちゃう。